はいどうも、白玉ひろしです。今回は、シーズン3、キャラランキングということで、まあ、今回はね、白玉ひろしと、まあ、いつものクランクさん、この二人で、キャラランキングを作っていこうと思います。で、超簡単に自己紹介をしていきます。僕は DPS でトップ500踏んだり、グラマス以上のチームとよく最近スクリームやってます。クランクさんどうぞ。はい、最近、レバンガ札幌に所属しました、クランクです。実況解説とか、まあ、やってます。あと記事も書いてます。よろしくお願いします。お願いします。で、今回は2月7日のパッチで、まあ、いろんなキャラに調整が入ったので、まあ、その調整後の新環境のキャラランキングの予想をやっていくんですけど、まあ、現在映ってるのは、まあ、1月6日のパッチで僕たちが作った、まあ、キャラランキングになるので、まあ、ブリギッテの盾がバフされてたり、うん、まあ、ロードホックに調整が入ったりっていう表の1個前ですね。その環境の1個前の表になります。で、ここからちょっと、まあ、ピックアップしていじっていこうと思います。2つパッチまたぐというところで、まあ、大きく変わるヒーローもねちょくちょくいるかなという感じですね。ではまずタンクからじゃあ早速いきますか、はい。でまあ、細かい調整のキャラは、まあ、一旦後回しにして結構でかそうだなっていうキャラから触れていきます。ではまずオリーサ、オリーサのメイン武器の距離減衰開始が 25m から 15m に減少ということで、まあ、前回が A プラスで、まあ、タンクの中だと一番高かったんですけど、まあ、どうですかね。そうっすね、まあ、結構距離減衰って実は1回バフされて 25m になってたの でその時って結構遠くの敵に対して全然圧力ないじゃんみたいな話結構あって、でしかもそのバフ後の 25m だと、まあ、前シーズンまでのオリーサって結構中遠距離から槍当てられてそのままなんか削り殺されるみたいなこと結構あったんで、まあ、それが結構なくなるってなると割と単独でキルする性能というか、まあ、槍のバリューが実質的に下がったようなものなので、まあ、割としっかりナーフされたんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、この後にもなんかタンク、まあ、強化入ってるキャラとかも含めて、まあ、今現状だと A プラスで一番高いんですけど、まあ、一番高いってことは僕ないかなって思ってて、まあ、直感的ですけどね、僕は割と。そうっすね。いや、まあ、もともとオリーサって結構その強いとは言われつつも結構遠距離から削られるのに弱くて、それがさらにその自分の距離減衰がその短く、距離減衰の発生が短くなってしまったので、ってことはその遠距離から削ってくる相手に対しては本当に何もできないみたいなことが結構あり得るのかなっていうところも踏まえると、1段階下がってもおかしくないかなみたいなところはありますね。そうですね。まあ、一旦 A 行きますか。 A、 そうっすね。 A でいいかな。がそんな壊れではないですよね、まず今の性能だと。全然まあ普通のところかなって気がしますね。スキルはまあまだ強いんで、しっかり当てられる人はね、まだめちゃくちゃ強く使えるかなとは思います。なるほどです。ではオリーサ A に置いておきます。はい。次はラインハルト、チャージのクールダウンが8秒から7秒に減少、ファイアストライクが90から100で、シャッターの直撃ダメージが250から170に減少、シャッターのスタン時間が 2.5 秒から 2.75 秒、まあ、シャッターのコストが 12% 増加、近接攻撃のノックバックが 40% 減少、括弧10から6で、まあいろいろちょっとずつ調整入った感じなんですけど、まあ、これ僕そもそもがラインハルト D じゃなくて C ぐらいあってもよかったかな。ランクだとまあなんか思ったより動けるなってのはまあそもそもあったんで、あって、まあ、今回の、まあ、全体的に見たらバフですよね、明らかに。そうですね、バフなんで、まあ1個ランク上がっても、まあファイアストライク100ダメがかなり偉いっすよね。そうですね、ギリギリ倒しきれなかったとか、まあなんかバティストと一緒に出す機会あるか分かんないんですけど、200ダメージのファイアストライクが2発飛んできたら、まあまあ誰かしらは死ぬでしょうっていうのはあるし、誰かしらはそうっすね。まあそれがね、1でも強いって言われてて、結構バティストとも相性がいいから組むっていうシーンは結構多くて、まあちょっとメタとの噛み合いがいまいちな可能性はあるけど、まあそれでもまあまだまだ強いのかなって気はしますね。 B はいかないですかね。 B マイナーぐらいには全然いっても、そうですよね、うん、なんで B の下の方かなみたいな気はしますけど、じゃあまあ気持ち、じゃあ右に置いて下の方に置いておきます、うん。まあ、まだちょっとなんか弱いイメージが自分たちの中であるから、なんか弱めにつけすぎな可能性もあるし、うんうんうん、あとシャターのスタン時間伸びたのが結構偉いので、うん、スタン時間伸びたことでファイアストライク2回当てが結構現実的というかになってるので、ああなるほど、うん、だからもう本当にまあもともとそのスタン時間が短い時でも一応まあそのダメージ的には足りたんですけど、そもそも2回目がそのかわされてしまうとか、無敵飛んでくるとかっていうケースがまあありえたのが、まあそういうので防がれづらくなったっていうところもあると思うので、
でもかなり強力なウィルトに変わったと。そうですね、まあ、コストは上がっちゃったんですけど、まあ、タンク全体がねそういう傾向にあるの で、 そ、 で、ね、まあ、そんなに弱みにはならないかなって気はします。じゃあラインハルトは D に置きます。はい。でロードホック、まあ、ロードホック今回の調整を先に言うと、まあ、ウルト持続時間が6秒から8秒で、ウルトコストが 8% 増加ってだけなんですけど、まあ、先ほども説明したんですけど、前回のなんかフックの後の距離が伸びるとかそういう調整を含んでいないので、まあ、A にいるんですけど、まあ、あの調整を考えると、まあ、いつ出せるんですか。対ボールぐらいで出すぐらいなんですかね今って。ボールで出しても、まあ、まあ厳しいイメージはあるんですけど、まあ、フックがやっぱり強力なスタンではあるので、はいはい、まあなんか本当にそういうスタンが欲しい場面では出るかなって気はしますね。まあレッキングボールとかウィンストンとかに対して立ち回れるっていうのは、まあ、非常に大きいと思うんで。いやでもワンパンほぼ不可能みたいな、単独でのワンパンがほぼほぼ不可能ってなると、やっぱちょっと一個落ちちゃうのかなって気はしますよね。なんか敵のタンクがその小物を掴むっていうより敵のタンク止まんないからシャアなし出すみたいなっていう使い方になってきそうですよね今後は、うん、まあ、C あってもいいかなと僕は思うぐらい、まあ、いまいちかなとは思ってるんですけど、まあもともと一番このヒーローを使う上での強みだったワンパンがないのはだいぶねえみたいな、うん、まあなんかカウンターヒーローとしてはワンポイントで使う分には強いですけどね、まあ、そうですね、ちゃんと状況を確認しながらピック変更できる人には全然出せそうではあるんですけど、まあでも汎用的とはまあもう言えないっすね。さすがに B いや C かな。 C 一旦 C に置きますか。 ますか。はい。ではロードックは C で、はい。次はまあ、注目のレッキングボール。HP が600ヘルスプラス100アーマーだった状態から450ヘルス100アーマープラス150シールド。まあ、シールドが HP150 分がシールド150になったって感じで、はい、パイルドライバーのクールダウンが10秒から8秒。で、地雷起爆可能になるまでの時間が 1.5 秒から1秒。で、地雷、まあ、ウルトコストが 9% 増加なんですけど、今だと B に置いてる状況ですね。で、まあ、これすごい、まあ、まあ、むっちゃ騒がれてるじゃないですか。明らかに壊れてるというか、強すぎだろうとは言われてるんですけど、まあ、元々使える人がただ壊してるだけであって。そうっすね、まあ、B に置いてたけど元々結構強かったよねという人たちは結構いたし、僕もどちらかというとそっち側というか、はいはい、結構ツイッターとか見ててもレッキングボール強くねみたいな意見結構出てたんですけど、うん、まあ、ただ今白玉さんが言ってくれたように強い人が強い系のヒーローではあると思うので。そうなんですよね。上がっても A かなとは思ってるんですよ。いや A プラス、ね、しかもこれレート的にはプラチナとかダイヤを想定してるんで、 A プラスはもう明らかにないかな、やりすぎかなと思うんですよ。やっぱキャラパワーだけで言うと本当に S とか A プラス上げてもいいレベルはあると思うんですけど、うん、そうですね、まあ、A プラスと A のまあ、どっち置くかなぐらいですね。いやでも、まあ、でもレッキングボール難しいのって、はい、なんか使う側にとって難易度が高いだけならいいんですけど、味方が合わせるの難しいんですよね。ちょっと他のタンクヒーローと結構コンセプトが違うじゃないですか。正面立たないし、そうですね、なんかそういう点で結構味方に頼れない分本当に自分自身のプレイヤースキル依存みたいなところがもう本当に高くて、いやどうだろう、A 入るのかな、ランク運用。まあでも A、キャラポン的には A いてもおかしくないけど、A はもう全然余裕でいるけどみたいなところっすよね。なんか難しいっすね。そうですね。クランクさんは今 A と B で迷ってる感じですか。そうっすね。ああ、なるほど。なら A に入れたいですけどね。まあ A に入れときますか、こんだけ強いし。マインフィールドはめちゃくちゃ、もう、避けれないわ、みたいなと結構ありますね。そうですね。A、まあその1個怖いのが、まあ、すごい弱かったソンブラ、天敵のソンブラがちょっと今回バフされてて、そうなんですよね、立ち位置上げそうなんですよね。そうなんですよね、それがちょっと怖いんですけど、まあ一旦 A に置いときます。実際強いっすね。強いです。単独のキャラパワーはめちゃくちゃあるんで今。そうです、キャラパワー性能ランキングだともう S A プラスなんですけど、性能ランキングだったら絶対 S ですね。そうですよね。なんでまあここは割となんかみんなの考え方によりそうなんで、まあ A に、うん、まあ一旦 A に。タンク他のキャラはまあウルトコストが上がったとかなんで、まあ、ちょっとこっから調整したい人がいたら調整してほしいんですけど、うん、まあ、僕は D バーですかね。 D バー B じゃなくて、まあ、A かな。 A プラスはちょっとやりすぎかな。やりすぎ、今 A プラスレベルのタンクがちょっといないかなって言ってもいいような
感じがするし、でもじゃあ B じゃないよねって気はするんですよね、D は今。そうですね、結構まあちゃんとマップによって使い分けるのが大事なロールかなっていう印象はありますね、僕的には。今のタンクの調整は、ね、まあ、特に高台への適応力がめちゃくちゃ高くて、もうずっと行ったり来たりしてるディーバは止めようがないんですよね結構、うん、まあ、あとはそのメタが結構キリコアナだったりして、そこの2人に結構強いっていうのが、まあ、かなり大きな評価点かなって気はしますね。じゃあディーバ A に上げますか。上げますか。はい、他にはあとはウィンストン、さすがに B ではない気もするんすよね。 A に行きたいってことですか、ウィンストン。 A に出したい。あ、まあなんかこれといって理由が特につけれないんですけど、なんかなんて言うんだろうな、やっぱ強いよみたいなところかな。なんかちょっと前回低くつけすぎたかなみたいなところはあるんですよね。まあちょっとディーバドゥームウィンストンのまあダイブキャラが、まあなんかみんな一緒ぐらいだよねって感じで多分 B に置いた印象があるんですけど、まあそうですね、他のキャラも A の中でもちょっと下がってるとかもあると思うので、まあラマットラとかそうですし、ラマットラも前回ちょっと高くつけすぎたかなとか思ってたら、なんだかんだランクの採用率上がってきたし、そうですね、結局今 A でいいのかなみたいなところもあるから、結構この辺横一線でマップ選んだり人選んだり人によってっていうところで結構選択の余地がある6キャラかなみたいなところは結構あるかな。そうですね、じゃあウィンストンは A で、はい、他は僕的にはこんな感じですね。うん、タンクに関してはそうですね、6キャラ A にいるっていうのが結構いいバランスなのかなみたいな気はしますね。なんか上に行きそうなキャラもいたりいなかったりなんですよね、レート次第かなってところもあったりして、まあなんか A にいるのが丸いかなみたいな。そうですね、シグマ若干怪しいかなっていう印象はあるんですけど、なんかピック率のイメージですね、どっちかっていうと。そうっすね、なんかピックしてる人少なくね、じゃあ B でも悪くないんじゃないのっていう印象あるんですけど、いやーでも強いっすよ、なんか、まあ、でもマップによってはそうか、レッキングボールと同じ系統のなんか単体性能というかキャラ性能だけ見ると全然 S とか A プラスとか入ってくるけど、うんうん、結構なんか運用が特殊だったり人選んだりみたいなところがあって、うん、上がりきらないのかなみたいなところは、なんか結構食わず嫌いで苦手っていう人結構多いかなっていう印象もあります、僕は。まあ、確かにそうですね、うん、でなんかいや強いから使ってみって言って使うと、なんだこいつ強いじゃんみたいな人結構いるんで、ああおすすめしたいキャラではありますね。なるほどです。じゃあ初心者というか、まあプラチナダイヤぐらいにも全然使ってほしいという感じで、まあこんなもんですかね、タンクは。こんなとこですかね。うん、いいと思います。はい、じゃあ次はダメージいきます。